皆さん、こんにちは。今回は福岡ソフトバンクホークスの中村晃外野手が2024年8月12日出場選手登録を抹消されたことが発表されたことについてご紹介していきます。この決定はチームにとって重要な時期に下されたものであり、ファンや野球界に大きな影響を与えています。中村晃選手は1989年生まれの34歳で、プロ野球選手としてのキャリアは17年目を迎えており、中村選手はソフトバンクホークスの主力選手として長年活躍してきました。今季は80試合に出場し、打率1割9分4厘、0本塁打、13打点という成績を残しています。今回の登録抹消の理由は肺部痛であることが明らかになっています。肺部痛は野球選手にとって深刻な問題となる可能性があり、特にバッティングや守備に大きな影響を与える可能性があります。チームとしては中村選手の長期的な健康と今後の活躍を考慮して、この決定を下したものと考えられます。中村晃選手はこれまでのキャリアを通じて安定した成績を残してきました。昨シーズンは136試合に出場し、打率2割7分4厘をマークするなど、チームの中心選手としての役割を果たしてきました。しかし今季は打率が低迷し、本塁打も記録できていないなど苦しい状況が続いていました。この状況下で中村選手は代打の神様としての新たな役割を見出していました。代打での成績は非常に高く、チームの勝利に貢献する重要な存在となっていました。彼自身もシンプルなアプローチで成功を収めていたと語っています。中村晃選手の登録抹消はチームの戦力構成に大きな影響を与えることが予想されます。彼の豊富な経験と特に代打での高い成功率はチームにとって貴重な武器であり、今後他の選手がこの穴を埋めることができるかどうかがチームの成績を左右する重要な要素となるでしょう。ソフトバンクホークスは中村選手の抹消と同時に他の選手の登録や起用法の変更などを検討していると思われます。チームとしては中村選手の不在をカバーしつつ、チーム全体の戦力を最大限に活用する戦略を立てる必要があると言われており、中村晃選手の復帰時期については現時点で具体的な情報は発表されていません。肺部痛の程度や回復の状況によって復帰までの期間は変わってくるでしょう。チームとしては慎重に状況を見極めながら最適なタイミングでの復帰を目指すことになります。一方でこの状況は若手選手にとってはチャンスでもあります。中村選手の穴を埋めるべく新たな選手が台頭する可能性もあります。チームとしてはこの機会を活用して将来のチームの中心となる選手の育成にも力を入れることができるかもしれません。中村晃選手の登録抹消は単に一選手の離脱という以上の意味を持っています。彼のリーダーシップや経験は若手選手の育成やチーム全体の雰囲気作りにも大きく貢献してきました。そのため彼の不在がチームの士気にどのような影響を与えるかも今後注目される点となるでしょう。ソフトバンクホークスはこの状況下でどのようにチーム運営を行っていくのか、監督やコーチ陣の手腕が試されることになります。選手起用や戦術の変更、そして選手のメンタル面のケアなど多岐にわたる対応が求められます。中村晃選手自身にとってもこの登録抹消は大きな転機となる可能性があります。34歳という年齢を考えると、復帰後にどのような形で活躍の場を見出していくかが彼の今後のキャリアを左右する重要な要素となると言われており、野球界全体から見ても中村晃選手のような経験豊富な選手の動向は注目されます。彼の復帰と今後の活躍は同世代の選手たちにとっても大きな励みとなる可能性があります。またこの出来事はプロ野球選手のキャリアマネジメントについても考えさせられる機会となります。長期的な視点での体調管理や年齢とともに変化する役割への適応など、選手としてのキャリアを通じて直面する課題が浮き彫りになっています。中村晃選手の登録抹消はソフトバンクホークスにとって短期的には大きな痛手となりますが、長期的には新たな可能性を開く機会にもなり得ます。チームとしてはこの状況をいかに前向きに捉え、チーム全体の成長につなげていくかが重要になるでしょう。ファンや関係者にとっては中村選手の早期復帰を願うとともに、チームがこの困難をどのように乗り越えていくかを見守ることになります。プロ野球の世界では
このような予期せぬ出来事が常に起こり得ます。それに対してチームや選手がどのように対応し成長していくかが真の強さを示すことになるのです。中村晃選手の登録抹消は一見するとネガティブなニュースに思えますが、それは同時に新たな可能性と挑戦の始まりでもあります。彼の復帰とそしてチーム全体の今後の展開に野球ファンの注目が集まることは間違いありません。なお現時点では中村晃選手の引退に関する具体的な情報は発表されていません。登録抹消は必ずしも引退を意味するものではなく、多くの場合選手の体調回復や調整のための一時的な措置です。中村選手の場合も肺部痛からの回復を目指しての措置と考えられます。しかし34歳という年齢を考えると今回の登録抹消が引退への一歩となる可能性も否定できません。プロ野球選手のキャリアは常に不確実性を伴うものであり、特に30代後半の選手にとっては怪我や体調不良が引退の契機となることもあります。中村晃選手はこれまでのキャリアを通じてソフトバンクホークスの主力選手として多大な貢献をしてきました。彼の巧みなバットコントロールと安定した守備はチームの黄金期を支える重要な要素でした。もし引退という選択肢が現実のものとなった場合、チームにとって大きな損失となるでしょう。一方で引退は新たなキャリアの始まりでもあると言われており、多くの元プロ野球選手が指導者やコメンテーターとして野球界に貢献し続けています。中村選手の豊富な経験と野球知識は将来的に若手選手の育成や野球解説の場で生かされる可能性があります。現時点では中村晃選手の今後について具体的な情報はありませんが、彼の復帰と今後の動向については引き続き注目が集まることでしょう。この件に関してネットでは山川が来たものだからすっかり出番がなくなってしまって、以前のような本領を発揮していない、生え抜きを大切にしないとね、山川がああいうことがあってもソフトバンクホークスに助けられたが、逆に言うと中村晃はその犠牲的なものでもったいない、西武に思い切って移籍した方が今より出番は多くて数字も残せたと思うと残念である、それまでしてソフトバンクホークスにこだわる必要があったのかと、今からでも遅くないので来季は西武に移籍してもう一花咲かせてもらいたいね。最近はここ一番で期待してというよりただのお披露目代打になってた。これでは使う方も中村にとっても良いとは思えない。いろんな背景は抜きにしても現状の中村の状態では戦力として見込めない。一度リセットするのは良いことだと思う。技術的なことはわからないが、中村の打球を見てもしっかりと捉えた当たりはかなり少ない。メンタルも含めてしっかり修正してまた戻ってきてほしい。シーズン当初はいろいろ手探りもあるので自分の立ち位置がはっきりせず腹くびれなかったかもしれないが、今はもうはっきりしてるはず。1打席のその1球を仕留める準備を整えてほしい。いかがでしたか。今回は福岡ソフトバンクホークスの中村晃外野手が出場選手登録を抹消されたことが発表されたことについてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。